日テレが誤報、アメリカの中距離弾道ミサイル発射で、本日午前1時半ごろ、アメリカの国防総省が、地上発射型弾道ミサイルの発射実験を行ったと発表しました。このミサイルは500キロ以上飛行したとされております。これに対し、日テレは、地上発射型巡航ミサイルの発射実験が行われたと、 報じてしまっておりますが、弾道ミサイルと巡航ミサイルは全く別物でございますので、完全な誤報になってしまっております。現在アメリカが開発を進めている中距離弾道ミサイルは、ヨーミリ新聞によれば中国に対抗するため、日本を含むアジアへの配備が検討されているとなっておりますが、 ぜひとも、日テレには弾道ミサイルと巡航ミサイルを正確に区別して報道していただくようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。